はい、こんな感じです。はい、画面に画面を映してます。はい、これがね、はい、こっちが低軌道で、これモニターで録画機なんですが、これも一応映ってます。なんか反射がするね。反射してるの今隠しました。はい、ということで、もうちょっと映しますね。はい、こちらが有本さんの車と設備が映んない。もうちょっと前へ来ないと。はいはいはい、映ってきました。はい、こんな感じですね。金子さんの方は随分天気がいいですね。金子さんの方は天気がいいですね。とちょっと待ってください。はい、はい、じゃあなんか、はい、なんか適当に喋ってください。はい、こちらの方は随分雲が出てきちゃいました。はい、こちらの方は随分雲が出てき出てきちゃいました。大平さんが見えません。さっき浅輪の筑波さんが見えたんですけども、ま、大平さんも見えなくなっちゃいました。でもここで下の小手屋さんとか前の10キロ先の山のところにもずっと雲がかかってしまいまして、もう10ね、ちょっと。ああ、でも24日はいつもすぐにできるんですけれども、今日はできませんでしたもんね。ああ、了解。去年芋煮会で柳沢さんと金子さんがそこの須走に行ってくれたじゃないですか。で、私たちが芋煮会の会場にいて、あの時なんか47ギガなんかものすごくみんな強く買ってましたもんね。で、コンディションですよね。ああ、了解。ああ、そうですか。なんか今回11月の3日の日はこの関崎さんがいつものゼロですか、長野のいつものところに移動してくれる。47ができるかどうか。はい、そちらの天気があまりにもいいんでびっくりしました。あと私の声が普通に喋ると随分栃木弁で U 字工事みたくなまってんだなっていうのがよくわかります。ごめんねごめんねですよ。